どうもこんにちは、たかひろです。今回は東京ディズニーリゾートで食べ歩きができるチキンをまとめて6個紹介させていただきます。せっかくクリスマスの時期にディズニーへ行くのなら、ぜひパークの美味しいチキンをいろいろと食べ比べてみてください。一応昨年もチキンをまとめて紹介した動画を出したのですが、販売店舗など一部変更があるので2022年版として改めて紹介させていただきます。近々ディズニーリゾートへ行かれる方はぜひ参考の一つにしていただけたらと思います。また今回紹介するメニューはクリスマス限定というわけではなく、基本的には通年販売されているメニューなので、クリスマス以外の時期でも行かれた際はぜひ食べてみてください。今回もよかったら最後まで見ていってください。まず最初に紹介するのは、東京ディズニーランドのアドベンチャーランドにあるスキッパーズギャレーというワゴンのお店になります。こちらでいただくのは照り焼きチキンレッグ600円になります。このチキンはおそらく今回紹介するチキンの中でも好きな方はかなり多いんじゃないかなと思います。とにかくお肉が柔らかくてプルプルでもうふわふわです。骨からもお肉がつるんと取れて食べやすいので、なんか骨に肉が残ってるけどどうもうまいこと食べきれないみたいな、なんかそんな感じにはならないです。このチキンを紹介するときにいつも言ってるのですが、もうほぼドリンクです。そして甘辛い味付けは小さいお子様でもきっと食べやすいかなと思います。多分ほとんどの方が食べたことがあると思いますが、もしまだの方はぜひ食べてみてください。そしてさらにこの照り焼きチキンレッグですが、今まではディズニーランド限定のメニューだったのですが、12月1日からディズニーシーのリフレスコスというお店でも販売がスタートします。12月1日以降であればディズニーシーに行かれた方でも食べることができるので、ぜひ食べてきてください。続いてやってきたのはハングリーベアレストランです。こちらでいただくのはタンドーリチキン270円です。お値段がとても安い分サイズも控えめです。骨もついていません。カレーのお供にいただくのもいいですが、小腹が空いた時に休憩がてらこれ単体で食べるのもいいと思います。先ほどの照り焼きチキンとは違って、トロトロなお肉という感じではなく、しっかりと肉感があって小さいながら食べ応えがあります。スパイスの香りを感じますが、辛さは強くなく辛いものが苦手でも食べられると思います。とてもおすすめなのでぜひ食べてみてください。またこちらのメニューはディズニーシーのカレー屋さんカスバフードコートでも購入ができますので、ディズニーシーに行かれた際もぜひ食べてみてください。それではここからはディズニーシーでチキンの紹介をしたいと思います。続いてやってきたのはアメリカンウォーターフロントにあるドックサイドダイナーです。こちらでいただくのはフライドチキン800円です。若干金額が高めですが、その分ボリュームがすごいです。今回紹介するチキンたちの中でこのフライドチキンはおそらく比較的知名度は低く、食べたことがない方も結構いるんじゃないかなと思います。このフライドチキンが自分は大好きで、直近で食べてる回数は一番多いかと思います。外はもうすごいザクザクで、中はしっとりとジューシーで柔らかくて美味しいです。サイズがかなり大きいのと油たっぷりなので、かなりお腹にはたまります。人によってはこれ一つ食べたらお昼ご飯としても十分すぎるぐらい満足感はあるかなと思います。かなり大きい上に骨は意外と小さくて、食べられる部分がたくさんあるので本当に満足度が高いです。がっつりとチキンを食べたい方におすすめなので、気になった方はぜひ食べてみてください。続いてやってきたのはレストランさくらテラス席です。こちらでいただくのはブラックペッパー照り焼きチキンロール600円です。このチキンは骨がついておらず、そのままかぶりついてつるんと食べられます。照り焼きチキンにブラックペッパーが効いていて、ピリッとした辛さに青のりやごまがかかっており、少しだけ辛さが感じられます。とはいえ刺激的な辛さがあるわけではなく、ピリッと感じる程度なので、辛いものが苦手な方でも食べられると思います。骨がついていない分サイズが小さく感じるかもしれませんが、満足度は十分かなと思います。これも本当におすすめなのでぜひ食べてみてください。続いてやってきたのはリフレスコスです。
こちらでいただくのはスモークターキーレッグ900円です。まず最初にこのメニューの販売店舗についてお話ししなくてはならないのですが、つい先日このスモークターキーレッグが11月30日をもってディズニーシーでの販売が一旦終了することが発表されました。その代わりに先ほどのランドで紹介した照り焼きチキンレッグが12月1日からここで販売されるといった形になります。ただディズニーランドの方ではこのスモークターキーレッグはカーボーイクックハウスとキャンプウッドチャックキッチンの2店舗では変わらず販売され続けます。12月1日以降でシーンに行かれた際は販売されていないのでご注意ください。このターキーレッグはサイズも大きければお肉自体も歯ごたえがあって固めなのと小骨が結構たくさんあります。正直他のチキンに比べて食べづらいです。ただこの肉肉しさが良かったり、なんか小骨をかきむしってむさぼりながら食べる感じがいいと思う方も結構いると思います。スモークの風味がとても強く、噛めば噛むほど美味しかったりと、おそらくお酒にも最もよく合うお肉かなと思います。あとお値段が今回紹介するメニューの中で一番高いです。他のチキンに比べて好き嫌いは結構分かれるかもしれませんが、美味しいのでもし食べたことがない方はぜひ一度食べてみてください。続いてやってきたのはロストリバークックハウスです。こちらでいただくのはスパイシースモークチキンレッグ600円です。このチキンは名前の通りスパイスが効いていて、今回紹介するチキンの中では最もピリッとした辛さを感じます。とはいえこちらもそこまで刺激的な辛さではないので、よっぽど辛いものが苦手ではない限り食べられると思います。食べた瞬間に漂うスモークの香りも相まって風味豊かでとても美味しいです。お肉自体も柔らかくてジューシーで食べやすいです。今回紹介するチキンの中だと照り焼きチキンレッグに並ぶぐらいの人気で常に行列ができています。この列に並んででも食べる価値はあると思うので、もしまだ食べたことがない方はぜひ食べてみてください。ということで東京ディズニーリゾートのチキンをまとめて6個紹介させていただきました。これからパークへ行く際の参考にしていただけましたら幸いです。ぜひコメントで今回紹介したチキンたちの中で皆さんが一番好きなものを教えてください。またディズニーリゾートでは他にもロティサリーチキンやローストチキンなどクリスマスにふさわしいがっつり食べられるチキンがいくつかあります。今回の動画が好評であれば今後もそういったお手軽フード以外のチキンもこまめに紹介していこうかなと思います。よかったら高評価、コメントたくさんお待ちしております。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録をお願いします。そして Twitter や Instagram もやってますので、こちらもぜひ概要欄からフォローをお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。